それでは続きまして、13位のヴァンフォーレ甲府と2位に浮上しました浦和レッズの試合ご覧ください。田中達也の2試合連続ゴールで2連勝中のレッズはアウェーでのヴァンフォーレ戦、まずはその田中達也が見せます。前半4分ドリブルから右足のミドルシュート。ヴァンフォーレも19分左サイドから出場停止明けのバレー、シュートでしたが惜しくもポスト。さらに21分左サイド藤田のクロスにバレー、こぼれたところを重原でしたがここはキーパー山岸がセーブします。42分レッツフリーキックのチャンス、これをサントスが直接狙いますがここはキーパー鶴田がセーブ。0対0で前半を折り返します。後半に入ると試合はヴァンフォーレペースで進みます。14分長谷川がこの位置からシュートを放ちますがキーパー山岸にセーブされます。続く16分左サイドの長谷川のクロスに飛び込んだのは藤田。藤田の J1 初ゴールでヴァンフォーレがリーグ最少失点のレッズから先制点を奪います。しかしレッズも30分平川長谷部とつないで最後はサントス。サントスの今シーズン3ゴール目でレッズが1対1の同点に追いつきます。逆転を狙うレッズは39分右サイド田中達也の突破から黒部とつないで最後はトゥーリオがエリア内で倒されますがファールの判定はなし。結局試合はこのまま終了。レッツはかろうじて勝ち点1をものにしました。この日ヴァンフォーレのホームスタジアム小瀬スポーツ公園陸上競技場には満員の1万7000人の観客が詰めかけて今年5月3日の対 FC 東京戦で記録した1万5427人を抜いてホーム新記録となりました。いやそれにしても超満員のこの中で上位のレッツに引き分けましたね。これは、はいはい、すごいことじゃないですか。いやよく走ってですね、で左で長谷川が作って右で藤田ってあのトップ下の2人が中に入るときと外に開いてチャンスを作るとき、はい、いいですよね。頑張ってますよ。そうですね、レッツがサントスの最後 のやっぱりあれプロを感じるよね。ちゃんと合わせてサイドネットにしまい込むっていうね。うちょっと痛めたかな、なんか交代してたよな。